NHK 連続テレビ小説、マッサンのヒロインのアメリカ女優、シャーロット・ケイト・フォックスが、5日、都内の外国特派員協会で会見を行い、次のように語った。イベントでは、1500人のファンの方が集まるなど、朝ドラが日本に愛されていることが分かりました。日本人の大きな責任を担っている。責任を果たしたい。また、演じているエリーについては、エリーの強みは忍耐力。忍耐が大事であることがドラマで伝わればいいと語った。ドラマ終了後の予定について聞かれると、白紙です。わかりません。ずっと日本にいるかもと、冗談めかすように語った。ただ、日本での生活は、私の人生の重要な一部。日本は切り離せない。人生の川の流れに従いますとした。